ぱり陽子にすごく思い入れがありますね。なんかこう負けず嫌いであんまり弱いとこ人に見せたくないとか。山田照子を演じました岸井ゆきのです。今日は舞台挨拶の日に来ていただいてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、田中守という役を演じさせていただきました成田亮です。よろしくお願いします。陽子役の深川舞です。今日はよろしくお願いします。大きく変わったことはないんですけど、なんか全作品映画をこう出来上がったのを見終わった後に、なんかこうこの2時間の中でこれだけ個性豊かな登場人物がいろいろ登場してくる中で、なんて言うんだろう、なんかこう誘導的に誰もこう悪者に見せないっていうのがすごく素敵だなっていうのは感じましたね。なんかそれぞれのてるちゃんはてるちゃんだし、ももちゃんはももちゃんだし、すごいお互い突き抜けてるけど、でも言ってることとか思ってることはすごく共感できるっていうところが、すごく面白いなって思いました。ぜひね、深川さんに、すごく若葉さんの演じられた中原ってとっても印象的な役柄だったんですけど、陽子として見ててどうだったのかなとか、この若葉さん現場のことあんまり覚えてらっしゃらないんですけど、ぜひ深川さんに聞こうかなと、思いまして、陽子として見てて、そうですね。なんかまず若葉くんの第一印象自体がなんかすごく、多分今まで出演出られてた映画のイメージとかも含めてだと思うんですけど、なんかすっごい寡黙でちょっと怖そうな方なのかなっていうイメージがあったんですけど、でもこう中原くんとして接してるうちに本当になんて言うんだろう、けなげで、映画見ててもそうですけど、なんか最初の方のシーンでカメラ構えてなんか陽子を見てる目とか、こう改めて見たりとか、ラーメン食べながらその2人の駐車場のシーンがやっぱり私はすごくグッとくる大好きなシーンなので、そこの駐車場いいですよね。なんか誰もが応援したくなる人だなって思います、中原くんは。ありがとうございます。中原としてはそう、若葉さんって現場でどんな感じでした？あんまりでも本当に短かったんですよ、撮影期間が。実際だから映画見たら分かるんですけど、冒頭の写真のところと縁側ととかぐらいしか陽子とのシーンって実際ないんじゃないですか。ほとんどないんで、ですよね。2日間ぐらいでしたよね。そうですね、2日間ぐらい。それでも2人の関係性がこれだけ濃く出るっていうね、すごいことですよね。でもやっぱり陽子にすごく思い入れがありますね。なんかこう負けず嫌いであんまり弱いとこ人に見せたくないとか、あとそのてるちゃんのことは散々結構口を出したりとかアドバイスしたりするのに、自分のことは見えてないところとかは、なんかこう見てて、なんか自分にも通ずるところがあるなって思いました。陽子はまた背景がね、いろいろある、実はいろいろあるので、なかなか難しいところですよね、見せ方が。